はいどうも、浮志です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、お久しぶりです。部屋でねこういう風に撮影するのはだいぶぶりなんですよ。最近ゲームのね実況だったりとか、あとバイクのね動画なんかは出してたりするんですけれども、なんかこういう部屋でねいろいろお話しするのってかなり久しぶりだなというふうに思ってます。最近ねかなり更新も遅くなっておりましてですね、まあ何してたかというとですね、まあ最近格闘技がね6月すごいじゃないですか。もうめちゃめちゃね楽しみなものばっかりで、まあいろいろこうフォローしたり見てたりとかするとですね、まあなかなかこう手がつかなくってですね、最近かなり動画をサボっておりました。申し訳ございません。まあねザマッチねめちゃめちゃ楽しみですね。はい、あと6月井上尚弥選手のね試合もあったりとかっていうのもあったので、あと京口宏斗選手もねこの間あったりしましたし、すごいですよね。なんか6月やばいなって思うぐらい、もう格闘技好きな人はねみんなもうちょっとこう毎週のようにドキドキしちゃって、もう楽しいことばっかりで、これ以降が怖いぐらいですよね。6月過ぎてしまったらですね、まあというところもあるんですけれども、今回はですねこの UFC シリーズについてということで、今ねここに映ってますけどね、僕がいつもやってるこの UFC4 ね、本当に、面白くて、発売日にね、買いまして、それからプレイをしてきましてですね、まあもうかれこれもう2年近くね、まあプレイをしてきてるんですけれども、まあこの UFC4 のおかげでね、僕のチャンネルもたくさんの方にね、見ていただけるようになったというところもあってですね、まあすごくね思い入れも深い、まあゲームになってるんですけれども、まあさすがにですね発売日からもう2年近く、なので発売日が、UFC4 っていうのが2020年の8月の14日なんですよ。で、僕も、発売日に買いまして、そこからまあプレイをしてるんですけれども、なのでまあちょうど2年ぐらい経つということで、まあやり尽くしたとまでは言わないですけど、まあ結構ね、もうやってきたなというふうなところもあるんですよね。だからまあちょっとねそろそろ次回作やりたいなっていう気持ちがかなり強くなってきています。ただね未だにアップデートも続いているので、まあすぐに新作が出るっていうことはちょっとどうかな、わからないなっていうところではあるんですけれども、まあ今日はこの UFC4 の次だから UFC5 になるのかな、まだナンバリングになるかどうかもわかりませんけども、UFC5 がねまあいつぐらい出るんじゃないかなっていうところと、あとまあどんなゲームになるのかなっていうところを、まあ少しねまあこう雑談的にお話できたらなというふうに思っております。ということで、本日もよろしくお願いいたします。はい、ということで改めまして、浮志チャンネル浮志です。本日もご視聴いただきありがとうございます。まあ今日はですね、先ほどちょっとお話しさせていただきました UFC5 についてということで、まあ少しねこう海外サイトの情報なんかも含めてですね、まあ今後、どんな風になるのかなというところをね少しちょっと、まあ、予測も含めてですね、皆さんとお話ししていこうかなというふうに思っております。まあ早速なんですけども、この UFC5、まあいつぐらい出るのかという風なお話なんですけれども、ですね、まあこれまでのねシリーズの、まあその発売日を見ていくとですね、まず UFC シリーズはですねプレイステーション4になってから、まあ始まったシリーズになっています。プレイステーション3ぐらいの時はですね意外と他のこうまあ EA スポーツではないねところなんかも出してたりとかしてたので、まあこの EA スポーツ UFC という風な形になってからはですね、プレイステーション4からのナンバリングということですね。で2014年の6月に、まあ記念すべき、1作目、がリリースされまして、それから、2016年の3月の15日、ここで UFC2 が発売されました。僕がですね、プレイしたのはこの UFC2 がちょっと出る前に、UFC を、プレイしまして、で結構プレイしてたらすぐ UFC2 が出たんですよね。で UFC2 も買って、まあ、なんやかんや遊んでたら3が出てみたいな感じですね。結局全シリーズやってきてるというふうな感じなんですけれども、そして、UFC3 が2018年の2月2日というふうな形になってます。なので、まあ大体ですけれども2年おきぐらいに出てるというふうな感じですね。
だからまあ一番短かったの2016年3月、あ、でもそれでもですね、だいたいまあでも2年おきぐらいっていうような形ですよね。2018年の2月2日というふうな形なので、まあだいたい2年おきですね。それから、2020年の8月14日なので、まあここでちょっと空いてますよね。UFC3 から4までの間は、まあ少し、2年と、まあ、6ヶ月ぐらいなのかな。あ、だから2年半ぐらいかかってるのかな、っていう風な形で、出ております。まあという風に考えると、まあ UFC5 だいたい2年おきっていう風に考えれば、まあ2022年の夏頃っていう風な形がまあ本来は予想されるところではあるんですけれども、まあただ今6月の時点でまだリリースに対しての発表とかないので、まあおそらく2022年の8月はちょっとないのかなっていうふうには思っています。はい、まあここはまあちょっとしょうがないというか、まあおそらくですけど、今度にまあ UFC5 になるか、もしくはこう新しいナンバリングになるのかわかんないんですけど、まあ次世代機ですよね、プレイステーション5になるっていうふうなところもあるので、まあそのやはりそれに合わせていろんなものをこうね変えていくことも必要になってくるということで、まあ開発期間はやはりかなりかかるんじゃないかなというふうな印象があります。はい、まあだからまあ UFC4 のねアップデートはねずっとね続いてるというところもあるので、まあそこら辺はですね、やっぱり2年半以上かかるのか、まあかな、可能性あるんじゃないかなというふうには今思っています。プレイステーション5でまあシリーズがまあ出るという風なのはね、まあ間違いないんじゃないかなと思うんですけれども、まあその理由としてはですね、EA スポーツさんが、UFC との契約をね、やっぱり延長しているということなので、まあこれから先10年ぐらいはですね、まあまあ発売はされるだろうと、シリーズが出る、まあ契約上はですね、出すことができるだろうという風なことが、もう分かっているので、まあそれに関しては、まあシリーズが出るであろうということはまあ間違いないんじゃないかなという風に思います。ただまあここでですね、ちょっと心配というかですね、僕の昔の経験上ですね、すごくね、怖いのがプレイステーション3でですね、ファイトナイトって EA スポーツさんが出してたボクシングの、ゲームがありまして、まあ、それをですねめちゃくちゃやってたんですよ。もうそれが最高に面白くて、でそのシリーズがプレイステーション4になった時に、新しいシリーズがいつ出るんだと思ってめちゃくちゃ楽しみにしてたのに、プレイステーション4では出なかったんですよね。出なかったっていうか、まだ希望あるのかもしれないですけど、いやちょっと厳しいですよね。ないでしょう。はい、もう出ないでしょうね。でプレイステーション4ではまあ出ない。もう結局待ち続けました。海外でもねもういろんな声ありましてですね、ファイトナイトもう出ないのかということでですね、いろんな期待はあったと思うんですけど、まあ結局出なかったということでですね、だからまあ次世代機になった時にやっぱりこう EA スポーツさんのそのナンバリングがねちょっとこう変わったりする可能性もありますし、何かこう新しいシステムが入ったことでまあ違うこうシリーズに変更されるとかいうこともあり得るのかなというふうに思ったりはするんですけれども、だからまあちょっと開発期間とかもね長くなっちゃうということもあるのかなというふうに思ってます。だから逆にですね、ちょっと期待しているのはそのファイトナイトシリーズが、プレイステーション5で復活するんじゃないかなっていう噂もあるんですよ。でただそれはなんかちょっと開発がまあしようみたいな話も出てたみたいなんですけれども、ちょっと一旦ね、中断してるとかいう話もあったりとかで、まあはっきりとはねちょっと今わからないような話になってるんですけども、ただまあこの EA スポーツさんがまあ UFC5 まあ UFC の最新作を出すことはまあほぼ間違いないだろうというふうにも言われているので、まあここはねちょっとプレイステーション5でまあ一発出してくれるんじゃないかなというふうには期待はしています。はい、とにかく、発売を、今か今かと待っているのは皆さんも一緒だと思いますんでね、まあ期待して待っていきましょうというところですね。はい、そしてですね、プレイステーション5でまあ UFC5 が出て、まあ出たとしてですね、まあどんなゲームになるのかなっていうところなんですけれども、ですね、やっぱりまあプレイステーション5という次世代機になるので、まあもちろんですけど映像であったりとか、まあよりリアルな表現になることは間違いないんじゃないかなというふうに思います。もうすでにね UFC4 の時点でも、まあ、限界に近い、まあ、リアリティにはなってるんじゃないかなと思うんですけれども、これがさらにねリアルになるっていうふうになると、まあ、どうなっちゃうのかというふうなとこもありますけれども、まあ、ここはねまあそれにもう期待をしていきたいというふうに、思いますけれどもね。
で、さらにですね、やっぱりゲーム体験っていうところはね、こう、まあこれまで以上にね、やっぱりこう上がっていくんだろうというふうに思うんですけど、まあこれまでの EA スポーツさんのまあいろんなゲームの、まあ、傾向としてもですね、まあ UFC4 でいう、例えばこうキャリアモードですよね。こう、まあ一人の選手を使って、まあ、こう成長させていくっていうモードがですね、まあ他のどのゲームでも結構重要視されているというか、やっぱりこう今までスポーツゲームってね、その対戦するだけで楽しめるものが多かったんですけど、今はその別の要素としてね、まあオンラインでね、対戦したりすることもありますし、もう一方でこうオフラインユーザーに向けて、まあそういうちょっとこうストーリー性のある、ゲームっていうのを、まあ、用意するっていうのがまあ結構主流になってきてると思うので、まあ、UFC シリーズに関しても1から4にかけてですね、このキャリアモードがもっとね、すごくこうドラマチックになって楽しくなってきたなっていう風な印象はあるので、まあこれがさらに UFC 5ではまあグレードアップしてですね、楽しくなるんじゃないかなっていうのを期待しています。まあよりこうイベントだったりとかですね、いろんな表現だったりとか、まあそういったところがですね、グレードアップしていくと、まあ本当楽しいですよね。まあこうドラマチックにしてもらえるとですね、やっぱやる気も起きますし、なんかこうストーリーをこう追いながら自分がこう主人公になりきるじゃないですけど、まあそういう楽しみ方ができるので、本当にこの4のね、キャリアモードになってすごい良かったなというふうに思ってるんですよね。だからまあさらにね、この5で、キャリアモードがグレードアップすると楽しいなというふうに思っています。はい、皆さんもね、まあいろいろ期待する点あると思うんですけどね、まあキャリアモードは間違いなくすごくなるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、それからですね、まあ個人的にやっぱりね、強化してもらいたい点ということで、僕はね、皆さん、まあこの UFC チャンネル自体をね、見ていただいている方というか、この UFC シリーズをね、僕がやってるところをね、見ていただいている方はもうね、ご存知だと思うんですけど、僕はもう、とにかくキャラクタークリエイトをですね、ずっとやってるんですよ。で、毎回ですけど、こういうパーツがあればなとか、こういう髪型があればなとかね、めちゃくちゃ思うことあるんですよね。だから、このカスタマイズの幅はね、もっと増やしてほしいなと。で、これはですね、こう、3とか2とかと比べても、あんまり変わってないんですよね。だから、もっとね、こう、自由度を上げてほしいなっていう点はあるので、まあ、ぜひカスタマイズね、もう少しちょっといろいろやりやすくしたりとか、まあ、細かいところをね、変えれたりとかっていう点を、ぜひ僕は増やしてほしいなと。これも個人的ですけどね、まあ、いろんな選手作ったりするのにまあ嬉しいなというふうに思っているので、まあここに期待したいところがあるかなというふうなところですね。まあぜひ、まあEA スポーツさんよろしくお願いしますというふうな感じなんですけど、まあ皆さんもね、まあいろんな、まあ意見だったりとか、まあこんな風にしてほしいなという点もあると思うんですけど、まあとにかくね、楽しみに待っていたいなというようなところですね。UC5 いつぐらいになるんですかね。まあ今のところで言うと、まあ2022年の年末か、もしくは2023年の春ぐらいっていうところも考えられるかなというふうに思いますね。まあ出ることはほぼ間違いないだろうというふうに言われてますんでね、ここはまあ期待して待っていきたいなというふうに思います。そしてですね、ちょっと余談というかね、最後になるんですけど、まあ一番ね、ちょっと初めの方に話したファイトナイトシリーズですね、ボクシングのね、EA スポーツが出してたシリーズなんですけども、まあ、これをですね、やっぱり出してほしいですね。もうこれ僕以外にね、やっぱりすごいファン多いと思うんですけども、ずーっと待ってると思うんですよ、ファンは。で、やっぱりボクシングのゲームってもうずっと出てないんですよね。ほんとオフィシャルなというか、実名の選手が出るようなボクシングゲームっていうのは。で、やっぱこれだけボクシングファンがいる中で、やっぱりそういうゲームやっぱ出してほしいなっていうふうに、やっぱ思う人はすごく多いと思うので、まあ、ここらでね、一発、ぜひ出してほしいなというふうに思いますね。で、まあ、ちょっとそういう、まあ、希望的なね、アナウンスもあって、そういうふうに、ファイトナイトの開発に GO を出したとかいうね、噂もあったりしてたので、まあ、それはぜひね、実現してほしいですね、PlayStation 5で。だって、まあ、皆さん、今だったらですね、もう絶対に井上尚弥選手出てくるんですよ。もう、プレイしたいでしょ、そうなると。ファイトナイトでね、井上尚弥選手とか使えるんだったらもうめちゃめちゃ使えますよ。もう顔は全然似てなくても使えますもんね、多分ね。だから、まあ今、こう、井上尚弥選手のおかげで、日本でもね、ボクシングをこうフォローするというか、ボクシングの有名選手とかをね、知ってる。まあ井上尚弥選手つながりでね、知ったこととかもあると思いますし、まあ村田選手もいるとかですね、まあいろいろ世界チャンピオンがね、たくさんいる中で、その選手たちをフォローすることで、こういろんな、その階級の有名
名選手とかね、知ってる人もたくさんいると思うので、そうするとよりね、ゲームがね、楽しくなると思うんですよね。だから、今ね、ファイトナイトシリーズ出てくれたらね、僕なんかもうめちゃくちゃ楽しいと思うんですよね。だから、ぜひ、このファイトナイトシリーズもね、期待して待っていきたいなというふうに思います。まあ本当ね、僕の願望をね、ひたすら、話したコーナーになっちゃいましたけれども。まあ皆さんもね、UC5 に、対してね、まあこんな風な機能があったらいいなとかね、こんな風なシリーズになったらいいなとかいうこともあると思うので、まあよかったらね、コメント欄とかでもね、そういった声とか、書いていただければね、僕もこうなんかそれを見て、あ、こんな風になればいいなというふうに思ったりもすると思いますけれども。はい。ぜひね、よかったら、いろいろ教えてください。はい。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。今後もですね、まあ UC4 はね、まだまだやっていきたいなと思いますけどね、まあ皆さんもね、やってると思いますんで、まあザ・マッチ、まあ6月いろいろね、忙しい、ところも皆さんあると思いますけどね、僕もこう、いろんな格闘技のイベントを楽しみにしながらですね、まあゲーム続けてやっていこうかなというふうに思ってますんでね、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。